浜松市と湖西市は地域に根ざした安定的で良質な医療を提供するため連携協定を結びました午前浜松市役所では締結式が行われ浜松市の鈴木康智市長と湖西市の影山武市長が協定書に署名しました浜松医療センターと市立湖西病院では 地域の医療資源を有効的に活用するため一昨年から一部の診療科で医師の派遣を始めていて今後はさらに看護師の確保や育成なども連携して取り組んでいくということですまた、両氏は今回の協定により浜松医療センターで高度な医療を要する急性期の患者を診療し子妻病院では リハビリなど回復期の患者を見るなど、病院機能の役割分担を進めていく方針です。他の市や町と医療連携協定を結ぶのは、浜松市、湖西市ともに今回が初めてです。